はい、ということで皆さんこんにちは、斉藤でございます。今回はですね、3個×3個×3個のですね、合計27個の立方体を使った立方体パズルを作ってみたいと思います。材料はですね、実はアマゾンで買った2cm×2cm×2cm の木製パズルです。ですけどね、これもしかしたら、アクリルのサイコロとか使った方が綺麗になるかもしれませんね。今回はお手軽ということでですね、あとはダイソーで手に入れても木工ボンドで持ってやってですね、組み立てていこうかと思います。今見せているところはですね、バラバラに、しつつですね、どのパーツをどのような形にしていくといいのかなということでですね、揃えております。今組み立て直そうとしているところもありますね。はい、この辺はね、改めてまた後ほどね、見ていっていただけるといいかと思いますが、でこういう形で、組み立てていくことでですね、正立方体というんですかね、立方体が出来上がっていきますので、ぜひですね、接着した後にもですね、皆さん、試しに作ってみてください。もちろんね、この立方体以外にも出来上がるものがありますんでね、最後の方で、ちょっとしたものなんかを紹介していけたらと思っております。はい、まずはですね、何でしょうこれ、テトリスに出てきそうなやつですね。はい、1箇所だけ出っ張っている、4個を使った、ピースになりますね。今回ですね、布の上で作ってたんで、ボンドが垂れないようにですね、一応プラのトレーの上とかで作っております。患者さんと一緒にやるときも少しばかり気にしてみるといいかもしれませんね。さあ、そして次がですね、これもテトリスで出てきそうなやつですね。4つ使った形で、1個だけね、横に飛び出ているような形になっております。はい、こんな風にどんどんこうね、形を作っていくことになります。はい、続きまして今度は、これもテトリスで出てたね。もう全部テトリスで出てたね。はい、これも4個を使っていますが、真ん中のパーツのところで、ちょっとこうね、1箇所だけ互い違いになるような形になっております。はい、そしてこれも4つ使ったものですけど、ここから立体になってきますね。で先ほど作ったものと同じような形ですが、平面ではなくですね、立体にする形で1個だけ横に飛び出た形になっております。はい、そしてこちらは、4つをですね、市松模様のクッキーのような形にちょっと柄を合わせて貼り付けてみました。はい、4個使ったものですね。さあ、そして今度はまた立体に戻ります。L 字のものの真横にですね、1個だけまた出っ張りをつけたような形ですね。4つ作った形で、できていきます。はい、そして最後のパーツが、L 字パーツですかね。はい、3つを使った形での L 字のパーツになります。さあ、ここまでできたらですね、完成です。しっかりとですね、乾かして、全て合わせるとですね、立方体になるようにですね、確認をしてみてください。今回使ったのがね、セメダインの、木工用ボンドになってますんで、ダイソーのやつなんですけど、結構ね、頑丈にできてました。さあ、ではですね、今からゆっくりばらしていっているところです。はい、一個一個のパーツがですね、バラバラにしていくとですね、どういう形になっているのか改めて確認できるかと思います。ぜひですね、このバラバラにした形からまた立方体に戻す、あるいはまたね、ばらしてみるというようなことを繰り返してみてください。はい、ということでですね、出来上がったものでですね、どんなものが作れるのか、ぜひコメント欄とかですね、あるいは脳科学作業療法アクティビティの Facebook グループなどでですね、こんなん作ってみたっていうのを紹介していただければ嬉しく思います。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。